んにちは。障害年金コンサルタントの宮里です。前回の動画では妄想癖のある人に間違いを指摘しても無駄だという話をしました。それどころかその人のためを思って出た行動が裏目に出ることもあります。例えば財布を盗まれたという妄想を抱いている人に対して、あなたが財布を見つけてその人に届けてあげたとしても、あなたが財布を盗んだ犯人だと思われてしまうことが多いのです。そのためこの場合は盗まれたと思われているものを一緒に探し、一緒に見つけてあげるのが良いとされています。物の置き場所はいつも同じにするという方法も効果的です。妄想癖のある人への対処法ですが、本人に不安がない場合や被害的な妄想でなければ対処は不要です。しかし本人や周りの日常生活に悪影響を与えてしまうようなレベルである場合は、投薬治療が有効です。薬は非定型抗精神病薬が有効とされています。また、薬以外にも会話での対処法としては、話をずらすことが良いとされています。妄想を否定しても納得してもらえないですし、かといって肯定するわけにもいきません。なので、別の楽しいことの話をする方が気が紛れて良いのです。この妄想癖障害ですが、日常生活が困難になるほど重度のものであれば、障害年金の対象になります。妄想が原因で仕事ができなくなる、普通の日常生活が困難になっているなら、障害年金専門の社会保険労務士に相談ください。障害年金という経済的援助の相談に乗ってくれます。